はぁ、あ、老後2000万円問題。このご時世、貯金もままならないのに無理っしょ。次のニュースです。石油に代わる新エネルギー、メタンハイドレート。これまで実用化が難しいとされてきましたが、ついにその実用化に目処が立ちました。ん？だから何よ。日本は世界有数のメタンハイドレート埋蔵量であり、バブル経済以上の好景気となることが確実です。うっそ、マジで？これに基づき、政府はベーシックインカムを導入することを閣議決定しました。ベーシックインカムとは、所得に関係なく全ての人に一定額の現金を支給することです。誰でも最低限度の生活を送れるようになるので、日本の幸福度も上昇することが期待されます。マジか、最高すぎでしょ。2000万円問題一気に解決じゃん。こうしてベーシックインカムが日本に導入されたのだった。その後、日本はどうなったのか、行ってみましょう。ネタざんまい。ネタざんまい。1年後。ベーシックインカム導入から1年、2000万人以上いた貧困層もいなくなり、誰もが豊かな生活を送れるようになっています。ベーシックインカム、ほんとすごいね。ベーシックインカム制度がもたらしたのは、貧困率の減少だけではなかった。貧困によってすさんでいた心が落ち着き、詐欺や強盗などの犯罪が軒並み減ったのだ。つまり平和の国と呼ばれている日本がさらに平和となったのである。いやー、いいですな。2年後。いやー、好きなことできるって最高。漫画家になるという夢を諦めていた私だったが、その夢もベーシックインカムのおかげで取り戻すことができた。うおー、お金も時間もあるんだ。最高の漫画を描いてやる。こういった風に働かなくても生活できるおかげで、全ての時間を漫画に費やすことができるのだ。他の人たちもそれぞれが夢を叶えたり、自分たちがやりたい活動に専念できるようになったりと、生き生きとしている。ベーシックインカム様、ありがとう。3年後。漫画に専念したこの3年間、応募した漫画は全て落選した。漫画にかける情熱は私にはもうない。あんた、漫画描かないなら働きなさいよ。え、働く？いや、働きたくないでござる。あんたもう30突入するのよ。30で女にとってどんな売れ残りよ。うるさいうるさいうるさい。お金は手に入るんだし、働かなくてもいいでしょ。そう、ベーシックインカムは所得に関係なく一定額を支給する制度。つまり働かなくても生活できるのだ。おかげで世間ではニートが横行している。もう勝手にしなさい。ういうい。数年後。速報です。本日、国内にある全てのメタンハイドレートが枯渇しました。は？これは日本の収入源がなくなったことを意味します。先ほど政府はベーシックインカム廃止を決定しました。国民の皆さん、働きましょう。いや、そんなこといきなり言われても。お金が入る、生活ができるから働いていなかった私たちニート軍団、そんな人間が今さら働けるわけがない。精神的にも技術的にも堕落しきった日本に、働く者はほとんどいない。働く者がいないから経済力はゼロに近い。日本はかつてないほどの財政難となった。そして経済が崩壊して1ヶ月、政府は増税をして国を立て直すことにしたが、収入源がない国民に税金など払えない。結果、増税のおかげで経済的困窮に陥った人たちが増えるだけとなった。出稼ぎしようと海外に行ったとしても、堕落した日本人には何もできず、即座に追い払われているらしい。そしてそんな私はというと、貯金を崩しながらの寝カフェ難民となっていた。
ああ、働きたくない、働きたくない。ん？何？このニュース。ネットニュースに書かれていたのは、働かずにネットに依存していたニートたちを強制的に働かせるというものだった。その手段は、全ネット回線断絶？電力も節約できるからってあんまりよ。そのニュースを他の人も見たようで、ネカフェにアビー共感の嵐が巻き起こっていた。あ！ネットは完全に切れた。そして私たちも完全に切れた。よし、戦争じゃあ！こうなってしまったこの国を立て直すことはできるのだろうか。はい、ということでここまでご覧いただきありがとうございました。今回担当させていただいたルンです。今回もフリートークお話をしていこうと思いますが、今回はベーシックインカムということで、まあなんとも夢のあるお話でしたね。まあ一生とまではちょっと欲張りかもしれないですが、本当ね、あの1年でも2年でもそうやって時間とお金を自由に使える、日々があったらいいなと思うながら、今回ね読み上げをさせていただきました。皆さんはどんな風に感じられたでしょうか。まあ時間とねお金がたくさんあったら、まあ、ルンは何したいかなっていろいろ考えてみたんですけれども、まあ、それこそ旅行も行ってみたいなとかね思いましたし、あとは、まあ、時間と、ね、お金が使えるんだったら、まあ、実際にね漫画家を目指すっていうのやってましたけれども、まあ、ルーもねそうやって絵を描いたりするの結構好きなので、まあ、例えばそうやって漫画家みたいなねちょっとこう時間をたっぷり使って物を作るっていうのをね経験したりもいいなーなんて思ったりして、こういろいろ妄想をちょっと膨らませておりました。皆さんどうでしたでしょうか。でまあそれこそ時間とお金がたくさんあったらなんて話を今しましたけれども、ただですねルーンは結構小さい頃からなんですけれども、休みの日とか、あとは本当に休みの日も1日じゃなくて長い休みの時ですね、そういう時に何をしたらいいかっていうのがですね結構分かんなくなっちゃうっていう、だから長期休みを取るのがあまり上手じゃないっていうのが実はルーン最近悩みでして、それこそ、まあ、中学校高校大学と夏休みだったりあと冬休みだったりあると思いますし、あと、まあ、社会人になっても長期休みっていうことで、まあ、長ければね10日間くらいこう1週間くらいねお休みをもらえたりっていう風な制度があったりするんですけれども、休みは嬉しいんですが、それこそね休みが始まって最初のうちは結構いろいろ遊びに行ったりとか友達と会ったりとかするんですけど、だんだん後半になってくるとそれこそちょっとネタが尽きてくるのもあって、なんか休んでると何もですることが ないなとかですね思ってしまって、なんか例えば仕事した方がいいかなとか、なんかそういうねちょっとそわそわしちゃうっていうねそういう癖が実はあったりします。休み取るのが上手な方って本当に1週間丸々こうたっぷり充実させた日々を過ごして、休み明けにねこういろんなことやってきましたみたいな感じでお土産話聞かせてくれたりっていう方もたくさんいらっしゃるんですが、ルーンはですね結構休みを持て余してしまって、それこそ最後なんかちょっと仕事しようかなみたいな感じでちょっとメール見ちゃったりとかねするんですけれども、本当にねできればルーンも休みの日はたっぷり自分のやりたいことを全力でやって思いっきり遊びたいっていう思いはあるので、皆さんですねもし良ければルンにですねこの今年の、まあ、夏休みというかね秋休みか夏休みか取るんですけど、1週間の休みでどんなことやったらいいか、なんかおすすめの遊びとかなんか旅行スポットとかあればですねぜひコメントで教えていただけると嬉しいなって思っております。ルンになんか長期休みの過ごし方をぜひご教授いただければというふうに思っておりますので、皆さんぜひぜひお休みするのが得意な方、休みを充実させるのが得意な方、ぜひねアドバイスをお願いしたいなと思っております。はい、まあ皆さんもねそういったところアドバイスだけではなくて、もしねそういうこと時間と
あとはお金を自由に使える、そんなことがあったらどんなことしたいかなっていうのもコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。はい、ということで、今回の動画はここまでとなりますが、ここまでご覧いただきありがとうございました。ネタ三昧は引き続きネタの募集を行っておりますので、そちらもコメント欄にぜひお願いいたします。またですね、ネタ三昧の姉妹チャンネル、あとはツイッターのアカウントの URL、 こちらは、ネタ三昧の動画概要欄の方に記載をしておりますので、そちらもご確認をお願いいたします。ということで、今回の動画は以上となります。引き続きネタ三昧どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。今回担当させていただいたルンでした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。